はい、皆様こんにちは。こんにちは。松田製作、研究所動画コンテンツのご紹介の、お時間ということになります。この松田製作研究所動画に関してはですね、ちょっと最初にご紹介させていただきます。松田学が、研究実践してきたこれからの日本の未来に関する国家像や社会のありようについて、政治経済社会文化歴史および国際関係科学技術財政金融また、危機管理安全保障に至るまでをテーマとし、松田学を中心とした講師研究員がお届けする日本人がこれから身につけるべき、インテリジェンスを、他にはないリアリズムの視点で、動画にしてお届けするという、こういう番組、を作っていきたいということになっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日の動画のテーマですね、課題先進国と、課題解決力というテーマの動画のご紹介をしていきたいと思います。はい、松田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、このテーマに関して、ございます。課題先進国という言葉は皆さん聞かれた方が結構いると思うんです。はい、だからこの言葉は私が接したのも10年以上前なんですね。はい、当時は言論 NPO っていうのを私は工藤代表と一緒にやってたんですが、その時に横山義則さんという方が社会システムデザイナーってマッキンゼーの日本代表やられた方なんですが、その方が言い始めた言葉でして、でその言葉が今もう一般化してるんですが、世界で最初に世界共通の課題に直面する国が日本、そういう国になったということなんですね。はい、でこの課題の中で一番大きいのが超高齢社会という課題なんですが、例えば人類、社会がどんどんこれからの21世紀の潮流はですね、どの国もが高齢化していくんですね。はい、もう近いうちには中国高齢化もうすでに進んでいくんですね。超スピードで。当時はまだ中国の高齢化なんて誰も考えもしなかった時代だったんですけれども、はい、でも実は今日本は中国は日本に何を求めているかというと、高齢化社会の運営についてですね、介護どうするとか、年金病院どうするとかとか、そんなことを一番中国が日本に学びたがっているんですね。日本がこの分野で世界最初に人類未曽有の超高齢社会でこの課題を解決したら、そのモデルは世界が求める、でそこに日本の大きなチャンスが生まれるんじゃないかと。はい、でそういうことでこの超高齢社会の運営モデルを国家目標にしてもいいんじゃないかなということを考え出したのが、これが私の当時の課題先進国ということだったんですね。はい、課題はもう本当に日本の場合はですね、山積みというかですね、そうなんです、課題の宝庫というか、そういう今日本の社会情勢になってきてますけどね。はい、はい、でその上で、もう一つ課題解決力という言葉を私使ってるんですが、日本が90年代に入ってからなかなかパッとしない、失われた20年、30年なんて言われてますが、日本としてどうやって次なる繁栄の道を築いていくのかということを、当時言論 NPO というところを中心として真剣に議論をしてました。で今もそれは議論をずっとやってるんですが、ただおよそですね、床屋談義で「いや日本はこうしたわけだよ」とかですね、いやここおかしいからこうだっていう、これもいいんですけれども、でも現実を動かすためには方法論があるんですね。これを戦略形成の方法、今ちょっと画面に出てますけれども、これはどの国家にとっても企業にとっても、あるいは私たち個人にとっても共通の戦略というのがあります。これは5ステップ、5つのステップからできている。一番最初に国内外の潮流をつかみ、日本の課題テーマを発見する。企業でいうと企業の内外の動向をつかんでですね、その自分の企業の課題テーマは何かを発見する。ステップ2は自らの強さと弱さは何なのかをこれを把握する。日本でいうとこれは当時私どもパワーアセスメントなんてことを聞いたんですが、それつまり自分の強さと売り物は何かということを自ら納得して知るということが大事なんですね。でこれはですね、この強さ弱さっていうのは日本の GDP がいくらだとかですね、高齢化率がいくらだとか数字じゃないんです。私たちが納得できる日本の強さなんです。これを、何かをみんなに議論しながら、見極めていくというのがステップ2。ステップ3というのはステップ1の潮流課題とステップ2の自らの強さの把握に立脚して、この2つに立脚すると自分が、ここにアスピレーションという熱望と納得を持って、自分はこういう未来像になりたい、将来像になりたいという、そういうアイデンティティというものを自らの理想ので理想的であり、かつ現実的、ステップ1と2を踏まえるので現実的になるわけなんですけども、これを描くと。そしてステップ4は何かというと、
と、このアイデンティティと現実の間でギャップがあります、うん、自分がなりたい、現実的だけど理想的だ、だけどまだ自分がなってないというものとの間に現実の自分との間にギャップがあるわけですね、はい、このギャップをどう埋めるか、これを多くの人は弱さをカバーしようすることに求めるんですね。あ、自分はここはまずいからここ直さなきゃいけない。でも弱さをカバーするっていうのは大変な労力とエネルギーと時間がかかる。そうですよね、はい、それよりは自分の強さをいかに生かすかということが戦略の中核になってきます。だからステップ2の自分の強さを知るということが大事だったんですね、うん、でこの自分の強さを生かしていくためにどういう選択肢があるかということを考えるということなんですね、うん、そしてステップ5はこの選択肢を実現するために、これ国家レベルでいうと日本の国の設計思想、うん、車でも何でもですね、例えば車には設計思想があり、そして設計図があるんですね、はい、どういう設計思想で物を作るかっていうのは必ずあるわけです。国家もそうなんですね、もちろん国家全部設計できるわけじゃありません、はい、でも国をこういうふうにしたいんだという一定の思想、設計思想っていうのはやっぱりないとですね、これは日本がどっち向いていくかもう、こう翻弄されるだけで終わってしまうわけですね、はい、明確な国家としての意思というのがやっぱり必要になってくるんですね、うん、はい、でこういう形でですね、日本の強さを生かしながら日本のあるべき方向を定めていくのが、そしてこの将来がこうなるということをこう問いかけるのが本来政治の役割なんです、うん、とてもじゃないけど日本の政治そこに至ってないものですから、そうですね、これ何とかしなきゃいけないっていうのも私が政治ってた一つの動機だったんですけれども、でその結果どういう結論が当時言論 NPO という場で得られたかというと、これちょっとご覧いただきますと、はい、このアイデンティティとしてはこれあくまで仮説ですけれども、真ん中に世界のソートリーダー、ソートっていうのは、コピー機のソートではなくてですね、はい、Think、ソート、考えるという意味の思考のリーダーっていうですね、なるほどね、はい、だから仮説2として世界の知の創始のプラットフォーム、仮説さんとしてアジアの価値創始のプラットフォームちょっとこれ分かりにくいんですけども、うんうんうん、これを仮説が出てきたんですが、はい、でも本質的にはこれ何なのかというところに、あ、いい上と書いてあるんです、うん、いわゆる中間層の強さって言われてますね、はい、いやで今はマーケットというのは中国ですけども、はい、日本もそれなりに層の厚い、しかも口うるさい消費者がたくさんいる、はい、高度なマーケットがある、うんうん、から3つ目に課題、さっき言った課題先進がありますね、はい、4つ目に課題解決能力っていうのが結構ここにあるんですね、うん、今危機だ危機だと皆さんいろんなことで言います、はい、で危機をチャンスに転じることで日本は実はそれぞれの分野で世界一を築いてきた国なんですね、はい、振り返って言いますと戦後の荒廃の中からこの危機から立ち直って一生懸命日本人が働いて高度成長、高度経済成長、はい、世界一の当時の経済成長を達成しました、うん、それから経済成長の後公害問題が起こりました。世界でいち早く日本が公害問題を起こりまして、うん、これを克服することに一生懸命技術を開発して、今や日本は世界一の環境技術の国になりました、はい、石油ショックが起こりました、うん、日本は資源を海外からに依存してますから、石油ショックは日本にとって大きな危機でした、はい、労使協調してこれを乗り切ることで日本は世界一のエネルギー効率の高い国になりました、はい、省エネのね、はい、今の危機は何でしょうか。これはズバリ超高齢社会です、うん、少子化という言葉もこれ組み合わされますが、人口ピラミッドが逆ピラミッドになっているということ、うん、これがいろんな危機を日本にもたらしている根源にありますね、はい、これをチャンスと捉えて超高齢社会にストーリーを作っていくと、うん、この間申し上げたことがありますけれども、そうです、ね、はい、ここをですね、うん、日本のこれからのストーリーとしながら戦略の中核に置いていくというのが一つの仮説として出てくるのかなと。課題解決をどうやっていきますか、うん、これを議論していきたいなというふうに思っています。なるほどですね、はい、課題がたくさんあるってことはですね、はい、先生おっしゃる通り、はい、本当にある種チャンスでもあるわけですよね。そうなんです、うん、でその課題を実は認識する力が日本に十分あるかというと、あるかというとですね、実はそんなにないんです。なるほど。課題を認識したら課題解決強いんですけれども、はい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 、例えば超高齢社会は日本の課題だっていうのは諸外国から言われたんですが、最近ようやく日本にとって大事な超高齢社会を解決すべきだ、この5、6年ぐらいようやくこういう議論になったんですが、10年ぐらい前はほとんどの人がそれはいろんな問題の一つに過ぎないと思ってたんですね、うんうんうん、今ようやく中核的な問題として認識すべきだ、うん、何が解決すべき課題であるかということもですね、皆さんと一緒に考えるそういうような議論をしていきたいなと思っています。なるほどですね。このより前回のね、日本の物語をどう作るかと、はいはい、
というようなことから、さらに具体的になってきて、我々日本と日本人が抱えるですね、課題、たくさんの課題をどう捉えて、それの優先順位をどうつけて、課題に対してその解決力を磨いていくか、ソリューションを作っていくというようなことを具体的に松田先生の方からシリーズで検討ですね、講義をいただければというふうに思っております。ぜひこのシリーズもお楽しみにしていただければというふうに思います。先生、よろしくお願いします。ありがとうございました。